い、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカイベントモデルのランボルギーニベネーノ、こちらのモデルをチェックしていきます。はい、しっかり見ていきます。こちらのモデルはトミカイベントモデルのナンバー12番ランボルギーニベネーノのモデルになってます。2019年夏に開催されるトミカ博院横浜の方では廃盤になるモデルだね。廃盤になる前にしっかりチェックしていこうかな。まずはボディカラーの方はブルーのメタリックになってます。結構濃いめのブルーっていう感じかな。光に当ててみるとこんな感じでキラキラしててかっこいいね。フロントの方から見ていくと、中央の部分にはランボルギーニのエンブレムがプリントされてます。ヘッドライトの部分はシルバーの塗装になってるね。グリル周りのデザインはこんな感じで、フロントのアンダースポイラーの部分もかなり迫力ある作りになってるね。フロントのアンダースポイラーの部分はシャーシと一体成型の樹脂パーツになってます。でボンネットの方を見ていくと、しっかりと凹凸が刻まれてあって立体感があっていい感じだね。でこのままルーフの方を見ていくと、リアスポイラーの部分が見えてくるね。運転席側の方を見ていくと、この部分にはトミカイベントモデルのロゴがプリントされてます。結構目立ちにくいロゴだね。でサイドから見るとこのベネーノの車高の低さがよくわかるよね。流線形のボディラインがかっこいいです。でサイドの部分もこんな感じでしっかりと凹凸が作られてあって、ブルーのメタリックとブラックのカラーリングでいい感じになってるね。後ろの方を見ていくと、リア周りの部分は特にプリントとかはされてないね。ちょっと塗り分けとかがないのが寂しいかな。だけどディフューザーの部分とかリアスポイラーの部分とかすごく迫力があっていい感じだね。でこのリアスポイラーの部分はボディと一体成型のダイキャストでできてます。結構独特なこのリアスポイラーの形状だけどしっかりと作られてるね。なかなか迫力があってかっこいいです。で助手席側の方を見ていくと、こんな感じで運転席側と同じデザインになってます。で上の方を見ていくと、こんな感じでサイドからリアにかけてのこのブラックのラインがかっこいいね。真上の方から見てみるとこんな感じになってます。内装の方を見ていくと、全体的に内装カラーの方はブラックでできてるね。ちょっとブラックなので見づらいけど左ハンドルでしっかりと作られてます。タイヤの部分はサスペンションがついてます。でその他ドアの開きギミックとかはないね。シャーシの方を見ていくと、ランボルギーニベネーノナンバー118番の2014年のシャーシになってます。こうやって見ていくとランボルギーニベネーノの複雑なボディ形状がしっかりと作られてあるね。確かトミカの通常版の方でもランボルギーニベネーノってあったと思うけど、ボディカラーの方はシルバーとブラックのツートンカラーだったかな。シルバーのボディカラーもかっこいいけど、ブルーのメタリックのボディカラーも爽やかな感じでいい印象だね。でランボルギーニベネーノっていうと、ランボルギーニが誕生して50周年の記念モデルがベネーノなんだよね。世界に数台しか実車で存在してないベネーノ、そういうモデルがトミカになるってすごいね。でこちらのモデルも2019年夏に開催されるトミカ博院横浜2019の方では廃盤になってくるモデルだね。このモデルと入れ替えになるモデルっていうのが、こちらのトミカイベントモデルナンバー12番はトミカ肉まん屋さんに切り替わってきます。なかなかベネーノのモデルと比べるとかなりのギャップがあってちょっと面白いかな。でこのトミカ肉まん屋さんのこのボディ形状っていうのは、ドリームトミカとかのじゃがりこモデルとかであった形状と同じなのかな。もう一つの画像を見てみると、こんな感じで上部の蓋が開くと肉まんのイラストが出てくるんだね。トミカ博院横浜で発売されるモデルっていうことで、肉まんといったら中華街なのかな。トミカ博院横浜の帰りはちょっと行ってみたいね。箱の方は正面のパッケージにナンバー12番がプリントされてあるね。側面の方はこんな感じだね。でこの部分にはランボルギーニのライセンスシールが貼られてあります。で後ろの方を見てみるとこんな感じになってます。
はい、今日はトミカイベントモデルのナンバー12番ランボルギーニベネーロの方をチェックしてみました。こちらのモデルは2019年夏に開催されるトミカ博に横浜の方で廃盤になってくるんだよね。人気のランボルギーニっていうことで廃盤になるのは少し残念だね。でこちらのモデルと新しく切り替わるモデルっていうのが先ほど紹介したトミカ肉まん屋さんなんだよね。かっこいい系のトミカからちょっと面白系のトミカに切り替わるんだね。トミカ博に横浜は2019は8月15日からなので、それまでに開催されるトミカ博の方ではこちらのモデルは通常で販売されるよね。なのでまだ手に入れられてない方は7月に開催されるトミカ博の方では手に入れるチャンスかな。で過去の傾向から見てみると、イベントモデルの廃盤モデルっていうのはニューモデルが出た時は併売される可能性が高いよね。なので次回開催されるトミカ博に横浜の方でも手に入るかもしれないね。なので気になる方は次回のトミカ博の方をチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。